おはようございます。釣り子 TV です。本日ご紹介したいのがですね、このディーパーのサバイバルキットっていうことで、これですね、ディーパーのですね、アンドレスとこの前釣りビジョンの撮影に行ってきた時にですね、田中さんにいいもの持ってきたよ、これ新しいものだよっていうことでですね、いただいて、でまあね、便利なものだからぜひ動画とかでも紹介してねなんていうことで、早速ですね開けていきたいと思いますが、サバイバルキットっていうことで、はい、箱かっこんな感じのものなんですが、これはい、お、充電コードありますね。で、あ、説明書があって、あ、最近ねディーパーね、このね全世界で売ってるから、こうイラストで分かりやすくっていうのをねテーマにしてるみたいで、なんかね分かりやすそうなこう説明書がついていて、で、あ、これもね分かりやすいですね。はい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 、車にくっつくよっていうことかな。あ、これ多分SOS モードだよ。まあまあまあ、ちょっともね、これ後で見るとして、まずね、これ、こんな形なんですが、ライトですね。LED ライトで、で、なおかつ、これはね、充電できる。だから、この中にリチウムイオンのバッテリーが入っていて、モバイルバッテリーとして使えるライトだよっていうことなんですね。で、スイッチがね、後ろにあって、で、早速ちょっとつけてみましょうか。おお、これね今昼まで電気こうこうと焚いて撮影してるんですけども、その上でもかなり明るい、ちょっと眩しい。これが結構全体的に照らすモードですね。で、次押すとさらに明るくなった。まだ明るくなりますよっていうところで、そして次押すと、あ、これはね真ん中ので強力なこうサーチライト的に遠くを狙う時なんかこのモードなんでしょうね。うわ、これちょっと目のチカチカにご注意くださいね。頭痛くなっちゃうかもっていう感じですかね。でもう一個押すと、あ、これね今光ってるんですけども、だいぶね薄い感じの、少し弱い感じの明かりになりました。これねテントの中とかはこんなモードぐらいの方が優しい明かりでいいのかな。じゃあさらに終わりかな。というわけでですね、いろいろこう明かりのバージョンが変えられるよっていうのと、でアウトプットね、あー、ここにUSB をつけて、まあ、こっちインプット、充電するときはこっちだよ、でこれを電力源として送る場合はこっちだよって、アウトプットとインプットってね分かりやすく書いてありますけども、じゃあね早速、例えばどんなね、ディーパーとかね、そうこれチャープってね新しくなったから、でこれの売りっていうのがおよそですね45分で 80% まで電力回復するよなんていうのがあるんで、まあ例えばまあ昼間の釣りで持っていかないかもしれないですけどね。あ、まあただね電池がなくなったよなんていう時はどうだろう。これを挿して、これで充電できちゃうってことだよな。あ、充電開始しましたね。あー、はいはいはい、こんな感じで充電器としても使えるよっていうところで、後ろにこの電気のね残量みたいなのがあるから、まあモバイルバッテリーですね、簡単に言うと。はい、まあ充電できる。で、あー、そっか、思ったら、まあディーパー使ってる時はディーパー使ってるから、結構ねこの前釣りビジョンのそのギアウェーブに行った時にですね、DJ の井出さんと結構ね裏でも表でもよく話したのが、モバイルバッテリーとかの管理、あとは充電の管理ってどうですかっていうのね、すごい細かくお話ししたんですよね。例えば実際にこれでねディーパー使ってアプリでですねやるとね、結
結構ねやっぱね電気は食うんですよね。全く食わないとは言わないっていう感じで、まあ充電器は必需品だななんていうのはあって、そんな時にそっかこれを持ってって、これか、あ、来ましたね、充電開始しました。はい、ということでこんな感じでね、雷マークついて、あ、こういう運用が多くなってくるのかな。まあこっちはね実際に水にねついてますからね、本番の時は結構ねベイトを探しながら釣りするっていう時は常にね魚探とにらめっこしてなければいけないなんていうタイミングがありますんで、まあそんな時はこの充電器持っていけば、まあ充電しながらね、まあその他にもねモバイルバッテリーもちろん持っていくんですけども、なんか適当に、うん、画面もなんだろう、たまたま安定するし、この組み合わせいいなっていう感じで、そうですね、まずはこうモバイルバッテリーとして使えるよっていうライトですね。で、あの説明書とかあと実際にですね代理店のアンドリスにも聞いたんですけども、ここにね強力なマグネットがついているので、例えば壁とかにパチコンってこうねつけることができるんですよね。ちょっとなんかないかな、まあねちょっと分かりやすいようにこうやってあの料理とかあとはルアー紹介で使ってるこういう鉄部持ってきましたけども、まあ例えばこんな感じでひっつくよっていうね、これによってまあ例えば車のねあのバッグ開けてそこにこうバチンとつけて振っても落ちないぐらい強力なねマグネットねこうついてますので、まあ結構いろんなところにつけられるよっていうね、こういう機能があったり、あとはまあシンプルにねここねこうぶら下げるためのフックがねついてますので、これで例えばテントの中でね、ランタン代わりに使ったりとか、そういった使い方はできますんでね、お明るいなっていうことで、小さいながらねほんと便利、まあこれが結構ディーパーね、別にあのほんと魚群探知機だけでなくて結構ねいろいろなものね作ってる会社なので、まあ暮らしに便利なねなんか、アイデア商品みたいなの、あとはまあ北欧ねバルト三国のリトアニアですんで、まあデザイン性も高いこういったものをいっぱいね作っていくよっていうことで、今回はねモバイルバッテリー兼ライトっていうことで充電もできるよ。結構ねまた最近もちょっとね地震なんかね関東なんかでもあれこの揺れはなんていうのをね感じる時がねまたね出てきたりしてますので、そんな時にねこういったのが1個あればねかなりまず明かりの面では安心なのと、それとプラスしてですね、まあちょっと携帯電話のね充電に向けて、やっぱモバイルバッテリーいっぱい持ってますけども、だいたい全部、状況よく使えるようにねしておきたいので、これなんかにもですね、満充電の状態にして、置いておかないとななんていうふうに思います。まあそんなような感じの説明が、いろいろ書いてありますね。まあだいたい今これ 100% だよとかね、このライトが1個になったら 20% だよ、2個で 40% だよ、3個で 60% だよ、4個で 80% だよとか書いてありますけども、あとはあそうですね防水性能も備わってるよ、サバイバルキットって歌ってますからね、こう防水もここちゃんとウォータープルーフのここのインプットとアウトプットちゃんと閉じておけば、防水は大丈夫だよというところと、まあ、テントの中で使えるよとぶら下げて、あそうか、あ後ろの人に向けての表示灯にもなるよって、だからウェーディングシーバスのウェーディングなんかでもまあヘッドランプはもちろんあるんですけどね、これ後ろからまあ重いかなぶら下げとけばここにいるよって船に向けてのね表示灯にもなるかもしれませんね、それと他にはまあ車につけられるよとかね、サーチライトとしても使えるよ、まあいろいろ使えるよっていうことで、小さいながらアイデア満載の、こちらのですねディーパーのサバイバルキットですね、
はい、というわけでいろいろ触ってみたんですけども、でこちらね、日本では正規代理店のバリティックビジョンで、ホームページとかですね、あとは、釣り具屋さんから注文してもね、取り寄せることできるかと思いますので、ただまあ裏情報としてはね、まあ、全世界的に販売するけど、とりあえず日本にはね、試しに60台ぐらい、50台ぐらいかな、入れてみようか、それで反応を見てね、どうやって売ってこうかなんていう感じで、あんまり数は多くないみたいなので、これ見て便利そうだななんて思ったらですね、すぐ、バリティックビジョン宛てに問い合わせたら、まあ早いもん勝ちで手に入るとは思いますので、価格はだいたい7,000-8,000円、6,000円から8,000円のどっかみたいな感じで、本当にね、本国から届いたばっかりの状態で、まだねちょっと紹介してよっつってね預かってきたんで、というわけで本日の釣り子 TV は、携帯魚群探知機で有名なディーパーから新しく出たですね、サバイバルキットね、ライト、こちらのご紹介でした。はい、釣り子 TV でした。